次回しましょう。レミンちゃんとソラちゃんは知ってる？うん、大好き？大好き、うん、さあ、そしてなんとこの可愛いベルのドレスがあるんです。これをレミンちゃんとソラちゃんに着せて遊びましょう。はい、それじゃあ早速やってみる。はい、じゃあまず開けてみよう。うん、シュだけ取れた。よいしょ。忘れちゃったね。ついた。かわいいドレスだね。これ入れ物になる。手袋入れちゃうの。ああ、ドレスだけ入れちゃった。ああ、じゃあドレスだけ捨ててきた。あったー。中身はこんな感じです。さあ、これはシュシュ。はい。これは手袋。はい。これは靴。はい。で、これがドレス。はい。さあ、このベルのドレスと靴にはこんな可愛いバラがついてます。ここにもバラがある、ね、そうだね、模様もついてるし靴にもついてるね、うん、そしてこのシュシュで髪の毛を縛ることができます。楽しみだね、うんうん、じゃあ早速レミンちゃんから着せ替えしましょう。はい、脱がせまーす。はーい。あ、でもこれお風呂に入れられるんだよ。それでこうやってパターって出せるの。そうなの。さあ、じゃあ着せ替えていきましょう。はーい。はーい。恥ずかしいよ、私。はい、上げたカメラ。そこだね。私はベルに靴を履かせまーす。いけるよ。いや、履けなくなってたの。はい、これでいいかしら。大変なことになるね、みんちゃん。ゆみんちゃん、大丈夫？お酒を飲んで酔っ払った人みたい。はい、靴が履きました。あ、じゃあバーバラ。あとは手袋をはめます。はい。あ、入った。はい、完成。はい、次はソランちゃんを着せ替えしましょう。はい。じゃあ、これでワン、ツー、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 スイー。着替えてください。待ってますよ。あ、恥ずかしいのよ。まずは靴履かせます。よいしょ。はい、履きました。あと手袋です。はい、手袋です。最後にこのシュシュを使ってソランちゃんの髪をベルっぽくしていきましょう。はい。はい。さあ、ベルの髪型は上の方をちょっと持ってお団子っぽくするから、きつきつ、あれだね、一回ちょっと待ってね。まず開けて2回目に通すときに侍には見えない。大丈夫そう。はい、できました。イエーイ。さあ、レミンちゃんとソランちゃんを着替えさせてみてどうでしたか？なんかいつもより雰囲気が変わって明るくなった。うん、ベルのドレスは二人には似合ってますか？似合ってます。イエーイ。とっても髪型も可愛くできました。髪型なんけどもちゃもちゃ可愛いです。じゃあ、サオリンもレミンちゃんとソランちゃんと同じようにベルに着替えて美女と野獣ごっこしようか。うん。お兄ちゃんおはよう。あ、おはよう。じゃあ今日はテレビでも見ようか。面白い。あ、面白いよこれ。うん。
チャンネルを変えよう。よし。疲れたね。お昼寝でもしようか。おやすみ。あ、お姉ちゃん寝ちゃった。じゃあ私も寝ちゃおう。おや、こんなところに野獣がいるぞ。実は私もこの二人と同じプリンセスだったんです。じゃあ私が元に戻してあげましょう。チチンプイプイ。わあ、元の姿に戻れた。魔法使いさん、ありがとう。今日はレミンちゃんとソランちゃんと遊んでみたけどどうだった？レミンちゃんとソラちゃんがベルに可愛くなったりしたし、靴とかが綺麗だった。うん、タオリンも可愛くベルの格好に変身したもんね。うん、みんなもレミンちゃんとソラちゃんにベルのドレスを着せてあげてね。ソランちゃんの髪型も可愛くしてみてね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。 Twitter、LINE@、Instagram、Facebook もやっているので、ぜひチェックしてください。